はい、えー、おはようございます8月7日水曜日朝6時の相場解説になりますえ今日はね上昇トレンド中のレンジということでお話を続けていこうと思いますね基本的にはこの戦略でいいと思います冷やしなんですけどもこちらをブレイクしてからドーンと下がってですねでここで下がりが止まって今陽線を作ろうとしてますねその陽線も上ひげを,を出してますんで、まあ、こういったところからレンジに向かっているんではなかろうかというふうに大枠を見ることができます はい、で次に4時間ですけども昨日はね最初この太い溶線の横にレンジが作られるんではないかなと思ったんですけどもそうではなくてここにできましたねここですですんで今日はここを見ていけばいいのかなっていうところとあと移動平均線とローソク足の関係ですけども帰りから移動平均線ぶつかったところからになりますんで一時的にこれがね下にずれ込むこともちょっとだけね見ていかなくていけないかなというところですね はい。そして1時間になります。1時間軸。はい。1時間足ですけども、そうですね。昨日は移動平均線ではなくって、レンジをこのように測ることができましたね。で、まあまあと利益を取ることができたんですけども、利益を取るエントリーポイントはここでセルだったわけですけども、その後、 夕方からここから倍に入るのはもうすでに日本市場からロンドン市場に移ってるんで同じようにはいきませんよとお話ししましたけども、えー、その通りになりましたねですので今日はレンジがちょっとずれてこの辺りに展開されるかなっていうところで当たりをつけていきますでこのレンジオプションの中でちょっとヒゲ先まで持って行きましょうかねこのマーケットでやっていくことになりますかねだから最初はこの辺りにできるかなと思ったのが ちょっと上の方に修正されて、ちょっと下に微調整されたってとこですかね。まあこういうふうに上昇トレンド中のレンジってのは、ちょっとだけ動かしながらやることになります。これをね、しないと、相変わらずこ,このレンジで取引して、値動きは全然来ないみたいなことにもなっちゃいますしね。それから、昨日使っていたこのレンジに固執しすぎると、エントリーポイントとかね、ロスカットのポイントをしくじることになりますので、今日は、 こちらにフェーズを移して考えた方がいいかなっていうところです。で、えー、あとはそうですね。うんまあ、そんなところですかね。だから最初はここにあったのが、だんだんとこう、上に触れながら、下に触れながら、真ん中ぐらいに今来たかなっていうところですね、えー。このように、その都度その都度お、もうレンジのフェーズを。 微調整していって、調整、調整と過程をね、調整していくことが必要になってきます。一回作ったレンジに固執すると、ロスカットを繰り返すことになりますんでね。だから多くの方のロスカットの原因っていうのは、もうフェーズが変わってるのに、相変わらず古いフェーズにこだわっていることじゃないかなと思います。はいえー、では、FX オリガルヒの皆様は、また後ほど解説でお会いしましょう。